何の問題もないな。あれ？わー、まずい。わー、いやー、落ちる。だよかったよ。それよりどうしたんだ？本気落とすなんて許すらしくもない。新型のテスト中だったんだ。動力伝達系にミスがあったみたい。飛行機なら預けといたらトーネードがあるだろう。今度はもっとすごいのを考えてるんだ。それもあって、ほら、わあ、カオスエメラルド。うん、7つのうちの1つが手に入ったんだ。無限のパワーを生み出す不思議な石、こいつをなんとか動力源に使えないかと思ってね。そうだ、僕の工房に行こうよ。見せたいものもあるしさ、ミスティックラインにあるから、駅から鉄道で行けばすぐだよ。風の石があれば洞窟に突風が吹き荒れるというわ。ほうソニックにテイルズ、ドクター X は、いいかにも、わしこそこの世に並ぶもののない天才科学者ドクター X マン様じゃ。久しぶりだな。しばらくはおとなしくしていたがな、これからまたちと忙しくなるわい。また何か悪いことを始めるつもりだね。今度という今度はわしの邪魔はさせん。おとなしくカオスエメラルドを差し出せばよき。さもなくば、さもなくば、力ずくで奪い取るまでよ。
ぜいかんじゃ。あた。ちょうどにもない付き合い。しまった。よし、カオスよ、これを受け取れ。カオス？あれはあの時の。石板にあった通りじゃ。ソニック、このカオスはカオスエメラルドを与えるたび強力に変身していくのだ。7つのエメラルドを全て集めれば究極のモンスターに成長する。こいつを使ってステーションスクエアを破壊し、そこに我が理想の都市エッグマンランドを建設するのじゃ。よし、カオス、次のエメラルドを探しに出発じゃ。どんどん変身していったら大変だね。エッグマンの思い通りにさせるもんか。エメラルドを渡さないようにすれば今以上の変身はできないはずだ。トニック、先回りしてカオスエメラルドを集めよう。ステーションスクエア行き列車、まもなく
るはずよ。ソニック、カオスエメラルド？一個は奪われたけど、前に取った一個は無事だ。あいつも必死だな。これでエメラルドはエッグマンが二個、僕らが一個だ。負けていられないよ、ソニック。Thank you.
ステーションスクエア行きでした。まもなく発車いたします。研究室が近くにあるから。
他にやることがすまないな、ここまでだ。そうか、わからない。こいつ、あんなやつ俺たちだけで十分だぜ。さあ行こう、トニック。
か懐かしい夢を見たな。ソニックのおかげで僕は変わることができたんだ。ソニック？ソニックとはぐれちゃったか。くそー、やっぱり今までのトルネードじゃダメだ。エッグキャリアに対抗するにはあの新型機を完成させないと。それにはカオスエメラルドが必要だ。カオスエメラルドを探さなきゃ。カオスエメラルドを探さなきゃ。ジャングルは探すの大変よね。リズムブローチね。アクションボタンを押し続ければ連続尻尾攻撃ができるはずよ。わからないけど、7つの